イケボイスは需要がある。 N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、癒しのひとパキボイス、パキシエル森永製菓です。癒された一息ボイスをツイッターでシェアするキャンペーンや、当たり棒に合言葉が書いてあるキャンペーンなど盛りだくさんです。それでは烈さん解説お願いします。はい、頑張った日も頑張れなかった日も一緒にパキッと一息入れよということで、声優の佐藤壮馬さんと江口達也さんによるイケボイスベースのデジタルプロモーションとなっています。まあ、パキシエルのこのツヤっと感がすごい美味しそうではあるんですけども、まあ一息入れるシチュエーションを提案して、それに対するイケボイスを用意してくれてます。でこちら、例えば午前中乗り切った偉すぎるから一息しよみたいなものがありまして、それをこうタップすると本されたた音声が出ますと。ヘッドホンイヤホンでお楽しみくださいみたいなのが出ます。でポチで、これ許可するとスマホを水平に置くと始まるっていうのがなかなか面白いですよね。なんでかイヤホンで聞いてくれっていうことが多いんで、持ってても良さそうなもんなんですけども、やっぱ一息入れるためにはスマホを一回手放した方がいいんでしょうか。やっとお昼だね。こうやってちゃんと字幕付きでエモいエフェクトがかかっているのも作り込みがしっかりしてていいですよね。まあ、全部のコンテンツが一言だけってわけじゃなくて、ストーリーがしっかりしていて長めのトークをしてくれています。でこのイケボイスの感想をシェアすることができて応募完了となります。でアイスといえば当たり棒なんですが、当たり棒に秘密の合言葉がついていて、その秘密の合言葉を下のこの秘密の合言葉フォームに入れると限定ボイスが聞けたりとかですね、まあ、シンプルなレシートキャンペーンを行っていたりとか、まあ、イケボイスから虜にさせて購買につなげるパキシエルのキャンペーンでした。まあ、当たり棒というオールドスクールな方法を合言葉にしてデジタルに持っていくのは新しいですよね。まあ、知らずに買った人はなんだこれってなるだろうし、イケボイス好きは限定ボイスを聞くために当たりが出るまで買い続ける必要があって、リピート施策にもなってます。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。現在無料出張勉強会のご依頼を募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。